こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。中キレチャンネルへようこそ。中キレは衣食住を中心に中からキレイになる情報を発信していくチャンネルです。今日のテーマはまた断捨離ネタです。今日の断捨離のテーマは思い出の断捨離です。まあ、断捨離の中では結構ハードルが高い部類になるので、洋服とかそういうものの断捨離の方がやりやすいかもしれません。ですけれども結構この思い出の断捨離は重要だと私は思っています。特に中切れには重要ではないかなと思っているので今日発信させていただきます。思い出の断捨離4つ挙げたいと思います。1つ目写真、2つ目作品、3つ目ぬいぐるみ、4つ目プレゼント。この4つについてお話ししたいと思います。1つ目、写真ですね。プリントアウトすることがだいぶ減ってきたので、物としての写真っていうのはだいぶ減ってきてるかと思うんですけれども、それでも私の時代はアルバムっていうようなものがあったりして、学生時代、それからその後、子育てをしながらとかアルバムがあるわけなんですけれども、ものすごく場所を取っていたんですね。で、それを 7,8 年前に収納の幅を取っていたアルバムたちを全て断捨離しました。ただ全てを捨ててしまうのには私もさすがに気が引けたので、子どもの記録とかもありますので、それを業者に発注してデータ化してもらいました。で、それが量も結構あったので、で送って、でデータ化してもらって、そのデータとともに送り返してもらうっていうサービスを利用しました。で、若干値は張ったんですけれども、自分でそれを全てやる労力はとてもなくて、やる気も自分でもなかったので、多少お金がかかってもそれはすっきりするためにやろうと思ってやりました。で、データ化してもらいました。で、それと同時に本当にそのアルバムも送り返さずに向こうで捨ててほしかったんですけど、そういうわけにもいかず一旦送り返されてくるので、それを自分で処分 してすっきりしました。それでもやっぱりデータなんですけれども、取った記録っていうものは残っていくので、なるべくこまめに分類したり削除したりするようにして、で本当に自分が欲しい時にデータが取れるようにできたらなと思っています。で、アルバムなんですけれども、すぐにパッと開けて 見られるのはとてもいいんですけれども、それをどれくらい見ますかっていう話なんですよね。それを眺めて懐かしいなと思う時間っていうのが取れなくなっているっていう現状もあって、そこに逆に時間を割いてしまうのがもったいないなっていう自分の気持ちもありまして、で結局もしも物があったとしてもそんなには見ないものなんですよね。で、懐かしいなっていうその紙を広げて見たいっていうものは全部処分するのはやっぱりなかなか勇気がいると思うので、本当に厳選したすごくいいものだけを残して、あとは断捨離っていうのもいいかなと思います。で、2つ目、作品なんですけれども、これは自分が作ったもの、それから子供が作ったもの、家族が作ったものなどなんですけれども、これがなかなか捨てにくいと思いませんか？特にお子さんいらっしゃる方、子供がちっちゃい頃からもういろんなものを作ってきますよね。絵を描いたり、あと何か作ったり工作したりとか、どんどん溜まっていく。で、もちろんそれは捨てたくない気持ちも親にもある。子供だって捨ててもらったら悲しいかもしれないっていうふうに想像すると、やっぱり捨てにくい。あとは自分が何か習い事していたり趣味だったりで、絵を描いたり何か作品を作ったりっていうのを私もいろいろしてきたんですけど、それもこの時頑張ったなみたいな、そういう思い出みたいなのがあると思うので、なかなか捨てにくいですけれども、それも今データにできるので、できるだけデータにしてこんなのがあったなっていう記録として残しておいて、あとは全て処分。本当に気に入ったものだけ、子供のものとかでも子供に聞いて、これどうかなどうかなって私なんかも聞いて、でこの中でこれがいいよねっていうのを一緒に
選んだりしてもいいと思うんですけど、そうやって断捨離をしていく、なかなかここは難しいところだし、時間もかかるし、気持ちの整理もつけにくいと思うんですけれども、これもかなりの場所を占めてくるものなので、やったらいいかなと思っています。まあ、データ化するっていうのが一番、絵とかなんかだったらこんな絵描いたよねとか、こんなお手紙書いてくれたよねっていうのをデータにして、それを残しておけばいつでも見たりもできますので、そんな感じがいいかなと思います。3つ目、ぬいぐるみ、ぬいぐるみとか人形とかそういう系統ですよね。これがとても捨てにくい。私はぬいぐるみにそこまで興味がすごくある人ではないので、でもぬいぐるみが好きな人っているじゃないですか。そうするといろんなところ行った時にぬいぐるみ買ってきちゃって、で部屋の中がぬいぐるみだらけになって、でぬいぐるみには何かこう人形とかそういうものには魂が宿るとかなんとか言われて、簡単には捨てにくい。でもあれってずっといて掃除もできない、なかなか。で埃も結構吸ってるだろう。風水的には布には邪気が溜まりやすいと言われていて、もうもしかしたら邪気の塊みたいになってるかもしれない。で毎日めでておはようとか言ってる子だったらまだしも、もう目にも触れてない、邪魔だから押し入れの奥にしまっちゃってるとか、そういう子たちっていうのは本当にかわいそうなんですよね。でそこに邪気がもしかしたら溜まりまくってるかもしれないって思うと恐ろしくないですか。こういうお人形とかぬいぐるみっていうのは魂が宿ってるから、どこかに持ってってお祓いしてもらってからじゃないとっていうのとかもあるようなんですけれども、それはもう自分の心の中で本当にありがとうって言って処分するのであればいいとも言われているんですね。なのでその自分の気持ち次第なので、そこは本当にありがとうって思いながら、今までね癒してくれてありがとうって思いながら捨てるっていうのがいいのかなと思います。毎日毎日話しかけてるような子であれば全然いて問題ないと思うんですけれども、で私もそうやって断捨離をしながら2つだけどうしても捨てられないぬいぐるみがあったんですね。でそれは何かっていうと、子供たちがイギリスで生まれてるんですけど、イギリスで生まれた時にハロッズで買ったその年のテディベアなんですよ。でそれを記念に生まれた年に毎年ハロッズで出るんですよね。でそれを買ってたんです。他のものは捨てられても、それだけはどうしても捨てられなかったんですけれども、それも子供たちももう見向きもしない、なんとなく部屋の雰囲気にも合わないから、こう見えないところに置かれていたっていう事実があって、子供たちももう大きくなったし、それに感謝してありがとうって言ってお別れしようと思って引っ越しの際に処分をしました。それは本当に結構勇気がいりましたけれども、それだけが最後残ってたんですけど、それも処分をしました。4つ目、プレゼント。まあお付き合いしてた方からのプレゼントとか、いろんなプレゼントがあると思うんですね。家族からとか友達とかね。でだけど、それも年月が経つにつれて今の自分に合わなくなってくるものってあると思うんですよ。だけどあの人がこんな気持ちでくれたものだなとかね、そういうのをこう思い出すと、なんかこう悪くて捨てられないとか、自分は今はもうそこまでこのものには固執してないのに、なんか捨てられないみたいな気持ちになってしまう。そんな気持ちで家にいても、そのものだって嬉しくないし、あげた人だって嬉しくないと思うんですよ。心の中にこう置いておいて、で物自体はありがとうって言って処分するっていうのが一番いいかなと思います。その物があることによって、その過去にずっとその物がいることがこう引きずられるような気がするんですよね。なのでそれを見て、あの時こうだったなとか、そういうことに引きずられると新しいものが入ってこないような気もするんですよね。本当にそれが悪いとかいいとかではなくって、もう今の自分に合わないと思ったら感謝してさようならするのがいいのかなと思います。思い出の断捨離についてまとめます。1つ目、写真。2つ目、作品。3つ目、ぬいぐるみ。4つ目、プレゼント。この4つ、普段目にするところにない奥の方にしまわれている場合がとても多い4つだと思うんですけれども、処分すると目には見えないんですけれども、いろんな意味でその人の波動が軽くなるような気がするんですよね。なのでどん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 いいものが、新しいものが入ってくるような、自分でこう軽さを感じられる
ところなんではないかなと思います。時代が変わってきたとか言われていることが多いんですけれども、そんな中でさらにさらに身軽にして新しい時代に軽やかに進んでいけるようになったらいいなと思っています。こんなことで中切れできたらいいですよね。今日は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。